昔々、小さい子供がいました。どれくらい小さいかというと、一寸約 3.03cm、 そんな子供でした。そこでじいさんばあさんは、その子を一寸法師と名付けて育て上げました。一寸法師は賢く親孝行な子でした。しかしいつまでたっても大きくなりませんでした。そんなある日、一寸法師は都へ行くことにしました。針の刀、お椀の船、箸の貝で川を下って都へ旅立ちました。そんなこんなでお姫様と仲良くなって、観音様のお参りデートに行きました。その帰り道、鬼と遭遇しました。一寸法師は針の刀で鬼と戦いましたが、鬼は一寸法師を飲み込んでしまいました。すると一寸法師はお腹の中で暴れ回り、鬼を降参させて何でも願いの叶う打ち出の小槌という宝物を奪い取りました。一寸法師は打ち出の小槌を使い体を大きくしました。それでお姫様と結ばれました。コングラチュレーション。